で話したか、そう、私も電話で話したかったですよ。当たらなかったのかな。生電話ありがとう。サットさん2回もありがとうございました。そしてメールもね、読まれてたので ありがとう。ちょっとメイクだけ直しますね。もうこのメイクマジ5時間前にしたメイクなので、だいぶ だいぶあれなんですけど、当たんなかった。ああ、ぜひまた次の時ね。一人、変だとか言ったらあれなんですけど、高い声誰だったんですか？今ここにいるならちょっと自白してください。恥ずかしいとかなしで。誰ですか？匿名希望のあの方。誰？本当に誰？やっちんさんですか？電車の中で楽しみました。え？マジ？ちょっと本当に誰？ 本当に気になる。本当に誰？ママから即 LINE 来ました。私じゃないよって。本当に誰ですか？ こんなに誰かわからない。あ、違います。そうですよね。電車の中であれやってたら そっちの方が恥ずかしいわ。あれボイスチェンジャーでしょ、さすがに。誰だったんだろう、気になるわ。誰だったんだろう、本当に。気になる。こうやってハーピアに気にさせる作戦ですか、わざと。ちょっと今メイク直し中です。女性の方かな、誰だろうね、本当に。自白しろー 自白しろーい、お前ら自白しろー サプライズレバーさん、なんだこれ、綺麗だよ、ありがとう。パンダさん綺麗だよ、ありがとう、ありがとうございます。A ダッシュさん祝、ありがとうございます。誰だったんだろう、本当に。皆さんも誰だったんですかって聞いた方がいいですよ。じゃないと私が勝手に、あ、この人だなって思っちゃいますよ 自分だって勝手に思われてるかもしれないですよ。それでもいいんですか？ すみちゃん、サル、ありがとう。ありがとうございます。いや、確かに普通の地声があの声かもしれん。それはある。バージョン R さん、ルージュの伝言ありがとうございます。ともゆきさん、ネズミ、玉乗りネズミ、ありがとうございます。ちょっと私は一つ褒めてほしいことがあって 私これ本当に一つみんなに褒めてほしいこと、もうみんなだけじゃなくて運営さんにも褒めてほしいことがあるんですけど まあね、お知らせ何にしようかなってすごい悩んだんです。なんかで、まあ再販の話かな、とりあえずそれぐらいかなって思ってたんですけど、なんかその番組がっていうか下北さんが始まってから、テレ朝チャンネルさんの通知がっていうか、その来たんですね、ツイッターので。まだ本当にこのツイートがされましたとか、グループ LINE とかでも来てない状態で私は
あの宣伝をしたんですそうだからちょっと褒めてほしい。そこだけはもうみんなに褒めてほしい。イエイ、よくやった橋本よくやった橋本、ちゃんと宣伝できてお前は偉いぞって本当に褒めてほしいです。はい、本当に。あ、アンロケさんの宣伝です。そう、見てこの適当な文字これ言わなきゃと思ってブブブブブって書いたんです。まあ改めて宣伝させていただきますと、9月24日夜10時から AKB48 チーム8アンロケ豪華4本柱スペシャルということで、4年ぶりに本格参戦するひーちゃんがいたりとか、岡田奈々さん、トムさんとかのネモハムルーマー選抜の方々がなんと参戦してくださったりとかしてますので、ぜひそちらもチェックしてください。それが今2本でしょ。あとはネモハムルーマー大ヒット祈願ツアーでは体を張チームメイトのメンバーが体を張ってるらしいので、ちょ私は知らないですけど見てください。そして最後一つはチームメイトの噂大検証ということで、今現在チームメイトのメンバーに関する噂をね、ハッシュタグチームメイトの噂でツイッターで募集してますので、そちらはまだ私も参加できるチャンスなので、みんなの力で私に参加させてください。アンロケさんに今回こそはお願いします。玉井さん優勝メダルありがとう。パンダさんホクホクたい焼きありがとう。ルージュの伝言もありがとう。エイチャさん優勝メダルありがとう。サク太郎さん、本命チョコありがとう。玉井さん優勝メダルありがとう。オープンアカウントさんラブレターありがとうございます。はい、ということでそちらの方も、9月24日夜10時からでございます。よろしくお願いします。そうですね、私の噂だったら、まあ、私がねもしかしたら映るかもしれないですし、まあぜひなんか気になるなみたいな噂としてこれ気になるなみたいなのをぜひよろしくお願いします。すみちゃん綺麗だよ、ありがとうございます。優勝メダルもありがとうございます。イエイ。いやマジ今日はいい仕事したって自分で思ってる。めっちゃもうそのアンロケさんの本当に超いい仕事したと思ってる。自分の中でめっちゃ大満足はい、超満足です。いい仕事したんで。もう今日はそこだけ褒めてください。はい、マネージャーさん、私いい仕事したなって思ってくれてないかな思ってくれてるといいな。なんか服装は本当に最後まで迷ったんですけど、いやこれもいい仕事したわ、うん、この絶賛発売中の T シャツを着ることによって宣伝をするという、今日仕事しかしてない自分でお仕事をつかみました。もう本当に、いや早く、アンロケさんとかで、いやそれは遅いか、9月24は遅い。うん、いい仕事したほら9月何日19日だったかなまで、なんかその日のバッチコーイさんでなんか MV が作られるとか作られないとかっていう話を
なんか新なんかそのバッチコイだけでの MV を作るとか作らないとかっていう話を噂をあのツイッターで目にして、ってことは19日までには絶対遅くてもそのバッチコイさんで、まあ、早くてももうちょっと早くには絶対にそのあれなんて言うんですか、歌曲が、ドゥンって放送なんて言うんですか、公開されるじゃないですか。だから絶対だから楽しみですねだからなんだって話なんですけど、だから楽しみですね、はいとってもドキドキでございます。はい、アルピオンは会話のテンポがいいから生放送向きよね、見てて安心。いや違います、私多分本当になんだろう、大倉さんぐらいめちゃめちゃだんだんに喋ってくれる方じゃないと無理ですね生放送の場合はそのなんだろう、自分の返答をすごい待つ方だと多分私ももう喋り終わってるよみたいな、いやあっちは私がまだ喋るの待ってるよみたいな、そのあれが生まれちゃいそうなので、間が生まれちゃいそうなので、もう間を全部埋めてくださる大倉さんありがとうございます本当に、うん、全部もうゴン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 埋めてくださっているのでレクサーさんが綺麗だよ、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます。ということで今日はそんな感じで、見てなかった方もいると思うんで、まあ、YouTube さんでまたいつもみたいに多分あれされると思うんですけど、振り返っていこうと思いまーす。ちょっと待てね、まず一発目というか初っ端はですね、まあ、橋本春奈ですって紹介がありまして、なんでということで、チームメイトのわさって何回もツイート待ってますなんでということで、私の第一なんでこちら、じゃじゃん、麺類ってなんで伸びちゃうのもうこれは本当に今日体験してこれ言おうと思ってもうこれにしたんですけど、あの今日カップラーメンを食べたんですね、私お昼に。そうちょっとなんか何をするのもめんどくさくはい、何をするのもめんどくさく、ママは仕事でお家にはいないかったので、あの作るのもめんどくさいなと思って、あ、カップラーメンあるじゃんと思ってカップラーメンにお湯注いで、あの時間待って食べたんですけど、なんか6割ぐらい食べたところでお腹いっぱいだなと思ってそう、でもこれをなんかなんて言うんですか、なんか後で食べようって後で食べようって思えるご飯もあるじゃないですか。でも全然何後で食べようってならないじゃん。だからなんで麺類って伸びちゃうんだ。ちょっと一本お仕事のお電話が入りまして、あのこの後またすぐに配信再開するので、ちょっと一旦お電話だけしてきます。ごめんなさい。